行くぞ。うん。青霧の木に入った僕は護送されているグールの捕獲作戦にやってきていた。どんな奴が出てくるかと思ったらただのバカかよ。俺をバカって言っていいのはな、ヤマリの兄貴だけなんだよ。捕獲作戦を成功させ亡きを仲間に加えた僕たちは次の目的地である、あれがグール収容所のコクリア。ああ、ここを叩けば鳩どもの戦力を削ると同時に青霧の木の戦力を大幅に拡大することができる。うまくいくの？何のために護送車を襲ったと思ってんだ。亡きを仲間にしたのはここを襲うためでもあんだよ。ぼーっとしてんじゃねえ、さっさと行くぞ。なあ、行くぜ。おう。半殺しだ。何？うん。くそ。行くぜ！いたぞ！こっちだ！まずい。悪く思わないでください。畳かけ探さないと。悪く思わないでください。
よし。悪く思わないでください。行くぜ。7、いや
断するなよ。7歳。
食ってみろよ、半殺しだ。全引く7、悪く思わないでください。おや、隊列を乱すな。敵を排除しろ。全引く7、君は半殺しだ。はい、押し通す。悪く思わないでください。シャチさんですね。あなたを解放しに来ました。マッパ、なぜ貴様からリゼの匂いがする。来い。この、うん、ここ遅いぞ、マッパ。悩いチョコ材、ハー畳みかけます。これが悪く思わないでください。シャチって当然だけど、人間の動きじゃない。悪く思わないでください。クソ、なの勝負し勝負半殺しだ。勝負悪く思わないでください。君は半殺しだ。あなたを倒すには話すもっと読み込む必要があり。黙って聞く。この程度で青霧を名乗るとな。よし、ここ小尺、うん、
やったか。そこぞい。この世の全ての不利益は当人の能力不足だから。僕が弱いとみんな殺されちゃう。だから早い。しかもなんてカグネだ。このグール完全ではないが、まさか核じゃ。サービスせないいかんのよ。せい。黙とうなき。食うんだよ。僕のせい。僕が弱いと。みんな殺されちゃう。かなりヤバいな。せい。軍隊！篠原さんに何をした！ただのグールでいいんだろ。逃げてください。僕はあなたのことを殺してしまいます。だから逃げてくれ。お願いします。僕を人殺しにしないでくれ。いいんだろ。